皆さんこんにちは。ホジュラ進化タイムラプスクリエイターの成沙宏之です。もう初っ端からちょっと噛みそうでしたね。本日はこのホジュラ撮影塾に収録されている DVD ですね。これの第4弾になります。今日は加算平均合成の方法だね。フォトショップを使った加算平均合成。まあ、こう写真って、ホジュラの写真って感度が高い上にシャッタースピードが長いっていうのがあって、ノイズがたくさん発生します。でそのノイズがこうランダムにいろんなところに発生するんですね。でそのまま1枚で画像処理をしていくと結構画像がアレアレになっちゃうっていうことで、ノイズを減らすっていう画期的な方法なんですね。同じ構図で撮った写真をこう枚数を重ねていくことによって、いろんなところにランダムに発生しているノイズがこう平均化されて目立たなくなると。しかも写真を重ねることによって SN 比、写真の情報量が増えていって、強い画像処理をかけた時にいろんなものがこう炙り出しやすくなるっていうね、まあ、そういう効果がある、やり方になります。天体写真はもう必須の方法と言っていいでしょうね。で成形写真でも最近こう取り入れられるようになってきてですね、学んでおくといろんなところで活躍するやり方です。でまた夜の写真だけじゃなくて、フィルマの風景の写真とか、ちょっと暗い風景写真とかね、夜景の写真とか、星以外のところでもノイズが目立つような場合は、まあ、3枚とか5枚とかこう連続で同じ構図で撮っておいて、まあ、それを加算平均合成するというふうにやればノイズが目立ちにくくなるっていう感じなので、まあ、メリットの多い方法ですから、ぜひ今日の動画を見てですね、学んでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。はい、それでは次は、老現像のですね、天体写真の、ノイズを減らす技法として、存在する加算平均合成、コンポジット合成とも言われますけど、それについてご説明をしたいと思います。これですね、天体写真を1枚撮ってきました。これですね、感度1600、焦点距離が 85mm、F2.8 で露出を121秒2分してますねっていう写真がこれです。で、画像処理ちょっとかけてます。で、この写真ですね、このままでもいいんですけど、こう拡大してみると、こうザラザラしてるんですね。やっぱりその天体写真っていうのが、もともと映らないものを映そうとしてるもんで、やっぱりちょっと限界があるというか、どうしてもこういうふうに、ね、ザラついたものが、画像処理をすると出てきてしまうと。で、こういう中でですね、ずっとその天体写真を撮ってきた先輩たちがですね、どうにかしてそれでも天体を表現してやろうということで、いろいろ編み出した技法が、まあいろんな画像処理が今ネットとか、動画とかで紹介されてるんですけども、そんな中でですね、この加算平均合成っていうのは、まあ一般的な写真でも夜景の写真とかでも捉えていきますし、天体写真においてとてもノイズを減らす上で有効な、手立てなので、そのやり方をフォトショップでご紹介したいと思います。で、今これ開いてるのはフォトショップライトルームですね。フォトショップライトルームっていうのは、通常のその、写真の処理をするのに特化したものになります。で、フォトショップ CC っていう今から見せるソフトは、デザインも含めて画像の加工全般ができるっていうイメージですね。で、まずですね、今ライトルームで開いて画像処理をしたんですけども、やっぱりノイズが多いなと。あと、周辺原稿がちょっと多いので、周辺原稿をちょっと上げていきますね。で、まあ、この状態で、実はですね、これ、6枚撮ってるんですよ、同じ写真を。赤道儀で追尾しながら、インターバル撮影ですね、もう連写ですね。2分、次の2分、次の2分、次の2分っていう感じで、これ7枚写真撮ってるんですね。で、今、周辺原稿、周辺を補正しましたけど、画像処理も加えてるんで、
ここで全部選択して1回同期っていうのにします。全てをチェックに入れて同期ってやると、ここに今選択している7枚に全ての画像処理が、同じ画像処理がこう加えられた形になりますね。じゃあこの7枚を使って加算現金合成をしてみましょう。でここで右クリックをして、他のツールで編集、Photoshop でレイヤーとして開くっていう風にやると、ここに、今画像が読み込まれていますので少々お待ちください。はい、これで全部読み込まれた状態です。で今ここに、写真が並んでいますけども、これ全部簡単にコントラスト上げるとか、明瞭度上げるとか、彩度上げるとか、まあそういう簡単な画像処理をした状態のやつがここに7枚並んでます。これレイヤーって言いまして、これ全部重なってるんですね。一番下がこの写真で、その上に2枚目、3枚目、4枚目って、これ7枚重なってる状態になります。で、今から紹介する、加算平均合成っていうのは、このレイヤー処理っていうのを、使ってですね、ノイズを平均化して、減らすっていう技法になります。で、まあ、これ拡大してお見せすると、まあ、この先ほどと同じ通り、画像が粗い状態ですね。こんな感じです。で、これをちょっと今から減らしていきたいと思います。まずやり方なんですが、この7枚の写真全部赤道儀で追いかけて撮影をしてはいるんですけども、ちょっとずつやっぱりね、こうやってずれるんですよ。なので、位置合わせをしていきたいと思います。これ一番下の写真はこのままで、その上の2枚目の写真を選択して、通常から差の絶対値っていう風になります。そうすると、今これ真っ黒なんですけど、これ真っ黒の状態は位置が合っているっていう状態ですね。で、位置がずれていると、こういう風にですね、白く表示されます。位置が同じだと真っ黒になります。で、全部この真っ黒の状態にするように位置を合わせていきたいと思います。じゃこれは合ってるので通常に戻して、2枚目はどうでしょう。ちょっとずれてるけど、こんな感じですかね。これで戻します。っていうのを、まあ、これ全部今やっていきます。4枚目。あ、なんかちょっとずれましたね。ちょっとずれてます。矢印を押してこうやっていくと、ちょっと拡大しすぎると分かりづらいかもしれないね。まあ、大体です。このぐらいかなっていうところで、位置が合ってるよっていう感じで判断していただければ。こんな感じですね。はい、次の写真はどうでしょう。これもちょっとずれてますね。はい、真っ黒になりました。これで OK と。で、最後の写真は、大きくずれてますね。これも位置が重なるようにしていきます。これで OK と。で、これで今、全部の写真の位置があった状態です。で、ここから、今度その平均化という作業になります。平均化でこれ、7枚あるので、これ不透明度っていうのがあるんですけど、これどのぐらい、写真を反映させるかっていう、この数値になります。で、7枚あるので、100割る、例えばこの2枚を加算平均合成すると、2枚ですよね。なので一番下はこのままで、100割る2は50なので、この不透明度を 50% にします。 50% この写真を反映させるっていう、下のレイヤーに反映させるってことですね。で、3つ目はこれ100割る3ですね。3枚目なので100割る3はだいたい 34% ぐらいです。で、100割る4になると、4枚目は 25%、 5枚目は100割5で 20%。 で、ここから小数点が増えてきますけど、大体でやってます。 17%、 14% っていう風にですね、 100割2で50、ここを見てくださいね。100割3で34、100割4で25、100割5で20、100割6で17、大体17、100割7で大体14という感じで、こういう風に不透明度を変えていきました。で、これですね、1枚に合成するんですけども、ちょっとここで
一番下のやつをちょっとコピーします。これ分かりやすく。で今加算平均した平均したやつを加算します。これでですねレイヤーを結合ってやると、はい、できました。で一番下のこの写真が加算平均、ま、合成をする前の写真です。これザラザラしてるの分かりますね。この辺も黒いブチブチがあって、で加算平均合成するとこうなりました。ノイズが減っているのが分かりますかね。このブチブチしてるのが消えてます。この辺のこうブチブチザラザラ黒い点々が消えてます。これ枚数が多くなればなるほど、消えます。なので、枚数が多くなると、不透明度が数パーセントとかのものが出てくるので、今7枚でしたけど、そういう場合は、まあ、例えば7枚取ったらそれを1枚合成して、もう7枚取ってそれを1枚合成して、それらをまた加算平均合成する。どん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 、やっていくような感じになるんですけど、まあ、こうすることで、まあこの写真こんな感じで結構いい感じなんですけどね。ノイズが荒いっていうことがちょっと問題だったので、このような方法で写真をたくさん撮って、それを1枚にすることでノイズを平均化したので、このままプリントしても結構いい写真になるんじゃないかなと思います。で、まあこういうふうにですね、加算平均合成、もう一回お見せするとノイズあり、写真、ビフォーアフターですね。ここまでノイズが変わる方法になります。まあ、枚数をそのままたくさん撮らなきゃいけないっていうのがありますけども、こうすることで天体写真がより良くなりますので、ぜひお試しください。はい、ありがとうございました。以上でございました。まあ、動画の中でも言ってましたけど、当時ね、その感度800とかまで上げたら、もうノイズがザラザラで写真として使えないよなんて、そんな時代にもですね、なんとかしてこう、いい写真にしよう、美しい写真、綺麗な写真を、作ろうっていうことで、こう先人たちが編み出したテクニックなんですけども、まあそのおかげでね、我々もこうして今、写真が撮れてるというような恩恵があるわけです。だからまあこういうテクニックをね、編み出した人には本当頭が上がらないというか、まあ感謝の気持ちは忘れられないですよね。うん。まあというわけで、ちょっと雑談になってしまいましたが、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。